ェルナンド・ロペス・ミラスは、スペイン・ムルシア州・ムルシア出身の弁護士、政治家、国民党所属、2017年からムルシア州首相を務めている。1983年10月4日、ムルシア州の州都ムルシアに生まれた。幼少期は、転居が多く、ムルシア州・アルチェナで、乳児時代を、アギラスで、幼児時代を、カルタヘナで、少年時代を、ロルカで、学生時代を、 ムルシアで大学生時代を過ごした。カルタヘナではフランシスコ海の学校に通った。大学では法学を学び、その後はエナエビジネススクールで経営学修士を取得した。バネストやバレンシア銀行に勤務し、またロルカにあるラファエル・メンデス総合大学病院の管理部門にも勤務した。ロペス・ミラストペドロ・サンチェス・スペイン首相18歳の時に、 国民党の党員となった。2015年には、ムルシア州議会議員に初当選した。2017年4月3日、ムルシア州首相のペドロ・アントニオ・サンチェスは、汚職事件に関与していたとして、州首相を辞任した。5月3日、ロペス・ミラスが、アントニオ・サンチェスの公認として、ムルシア州首相に就任した。就任時のロペス・ミラスは33歳であり、34歳で、 カスティーリアイレオン州首相に就任した、ホセマリアースナールを抜いて、スペインで歴代最年少の自治州首相となった。同年9月29日には、アントニオ・サンチェスから国民党ムルシア州支部長の座も引き継いだ。ありがとうございます。